ただいま、ねえねえあなた。お帰りどうしたんだ？さっき帰り道でこんなの拾って書いてある内容があなたの腫瘍に繋がりそうだと思ってね。どれどれ、これは、モンスの体力が書かれてる。このモンスたちに話聞いたら俺も、もっと体力を増やしてハンターとも受け散らせるようになれるんじゃねえのか。ふふ、そうね、行ってきなさいよ。毎度毎度ごめんな、行ってきます。まずは巣の近場から探すか。そういや近くの古代樹の森にはあのモンスがいたような。来たか、リオレウスよ。何を求めてここに来た？エンシェントさん、ご無沙汰してます。実は人間でいうところの体力ってのが多いモンスの秘訣を聞いて回ってるとこでして。ふむ、なるほどな。それで我のところへ来たと。ハンターノートにはエンシェントさんは 67,500 と俺の約3倍以上のえげつない体力らしいですが、どうしてそんなに体力をつけることができたんですか？我は大自然そのもの、樹木と共に生きる存在だ。故に長寿であり、故に体力が多いのである。人間どもが我を森の精霊と呼ぶほどであるからな。さすがですね。ところでなんですが、このハンターノートにはエンシェントさんが異世界ってとこから来た存在って書いてあるんですが、マジなんですか？マジもマジ、大マジだ。あっちの世界はこちらの世界とは比べようもないくらい強いものが多く、そやつらとの小競り合いを日夜行っていればこれくらいの体力は尽くさね。ひえ、異世界ってところはそんなに恐ろしいんですね。エンシェントさんがこんなに体力がある理由がなんとなくわかった気がします。と言ってもエンシェントさん、なんだね。このハンターノートにはエンシェントさんは体が柔らかく切りやすいとありますが、これも大マジなんですか？リオレウスよ、それは言わないお約束というやつだな。さて森を抜けたら砂漠に来たぜ。誰がいるかな？ふむふむ、ここにはヤツカダキってモンスがいるのか。た、体力20万超え、なんだこのモンス。こんにちは、赤い飛竜さん、私の名前を呼んだかしら？あんたはヤツカダキ、実は体力がめっちゃ多いモンスの秘訣を聞いて回ってて、話を聞かせてくれねえか？いいわよ。ヤツカダキは体力20万8000、古代より存在する大雲と人間から恐れられているけど、何か体力の秘訣があるのか？最近だと人間たちが特別等級とかって言って何度も来るから、それで体力がそのくらいまで鍛えられてるのはあるわね。ひたすら戦いの日々だからってことかよ。他にも理由はあるのか？ふふ、さっき君が言ったように古代から存在し続けていて、この巨大な体には虫とは思えぬほどの筋肉が詰まっている。つまりどういうことかわかる？古代より存在している、つまり固有種並みってことか？ちょっと違うわ、正解は私が子連れママさんだってこと。ええー、全然関係ない、じゃねえか。私はお腹に常に子供を内包してるの。つまりいつも子供を抱っこしてるお母さんと一緒。体力の秘訣はそういうこと。そういうことか。確かに、うちのレイヤーも強いもんな。母は強しってわけよ。あと他にも秘訣はあるのよ。どんな秘訣なんだ？私は堅固な口角を持つ上に、戦闘中に特殊な眉状態になることができるの。ガキを完全に守って防御に徹することもできるのか。そう、その状態になったらこう気にすることなく戦えるから、切れて敵をぐちゃぐちゃにしちゃうのよね。なるほど。その状態になったら体力を解放してフルボッコと。そういうこと。まあそれもこれも子供がいるからついた体力のおかげなんだけどね。なるほどな。母は強し、覚えたぜ。さて次は遺跡が見えてきたな。この近くには何がいたっけな。ふむふむ、ここにはマムタロトってモンスがいるのか。いらっしゃい、飛竜くん、何の用かしら？はじめまして、マムタロトさん、俺はリオレウスって言います。体力の多いモンスになぜ体力が多いのか、その秘訣を聞いて回ってるんです。お聞きしてもいいですか？ええー、構わないわよ。ハンターノートによると、マムさんの体力は、5万4000と、やはり高いですよね。どうしてこんなに体力が？私の体力の秘訣、それはね、体質にあるのよ。体質、ですか？そう、私はね、体内の熱を操って、それを放出することができるの。人間の言葉で表すと、約1400度の高熱になるわね。なるほど、その体質ゆえに、エネルギーを多く使うから、元の体力が多いんですね。ええー、その通りよ。やはり固有はすごいぜ。すありがとう。他にも理由があったり、するんでしょうか？そうねー、あとはこの外角よ。すごい気になってました、それとんでもなく重いんじゃ？そうなのよ、体の周りに勝手にひっついて。重くなっていくからどんどん体力ついて筋肉もついたってこと。そうだったんですね。まさに人間たちがつけた黄金の血母神の名にふさわしい黄金のローブになったってことですね。そうね、まさかここまで筋肉と体力がついちゃうとは思ってもみなかったけどね。俺もマムさんを見習ってもっと鍛えます。ふ頑張ってね。さてと、遺跡を抜けたら砦か。崩れ切った跡地っぽいけど、
ガシャコンガシャコン。砦跡地でメカメカしい音が。おいお前そこで何してる。インタビューをって、うわーって、でか。私はアトラル、なんだったっけ。そうだ、アトラルネセトだ。なんだこいつ。ハンターノートには、体力29,150で弱点が弱々の、世にも珍しいメカモンス、って書いてあるけど合ってるか。誰が弱々じゃい、メカモンスは合ってるけど。あんたみたくでかくて体力が、バケモンなモンスに。その秘訣を聞いてるんだけど、なんか秘訣ってあるのか。この図体を見ればわかる通り、私はメカだ。体力なんてのは、無尽蔵にあるに決まってるだろ。ドラゴンクルの人造人間みたいだな。似て非なるあれだな。確かにメカの体なら、ほとんどの攻撃を弾くし、味方によっちゃ、とんでもない性能だぜ。人間どももよく私に挑んでくるけど、大昔の兵装を用いてやっと、私と互角といったところよ。それでやっと互角なのか。ん？私？そう、それほどまでに私は、体力耐久力破壊力が、突出したモンスターなの。なるほどな。兵装って後ろに見えるあれか？なんで壊さないんだ？だって壊したら人間どもがまともに戦えないじゃない。理由が戦闘狂のそれなんだが。まあそれは置いといて、私のこの体、まだ未完成なの。え、未完成、すでに超大型モンス並みなのに？実はここに留まってるのは、人間どもの大規模な妨害を受けて、追いやられたからなのよ。ならあんたの完全体の体力は、超大型固有種並？そう、このアトラルカの完全体は超大型固有にも、負けないわよ。あ、やっぱあんた、アトラルカだったのな。バレちゃった。途中から語尾とかおかしかったし、変だと思ってたぜ。ここら辺は砦が多いんだな。ってなんだ？なんかでかいのが見える、カニ、なのか。なんだね君は。こんな廃墟になんのようだ。リオレウスって言います。とんでもない体力を持つ方々に、その秘訣ってのをお聞きしておりまして。それで私が目に入ったから、聞きに来たと。そうです、あなたはもしかして、砦がニシェンガオレンさん。その通りだって、私の体力の秘訣だろ。それをお聞きしたいです。シェンさんはノートによると、25,999 とまさに固有級、どうやってここまでの体力を？私がこの体を手に入れるまで数百年かかったのだ。数百年？ああ、具体的な年数までは覚えていないがな。ということはその数百年で数多くの修練を積んだとか。それもあるが、私は数十年に一度脱皮をする。宿ごと脱ぎ捨て大きくなり、その度に新しく宿を得るために成長するってことだな。なるほど。脱皮を繰り返して強くなってるんですね。大きくなると体力も増える。大きくなればなるだけ、背負う宿も大きくなり、体力も大きくなるというわけだ。固有種とは違った甲殻種ならではの理由ですね。その通り。ちなみにライバルっていたりするんですか？そうだなぁ、ラオシャンロンの野郎かなぁ。やっぱり同じ砦にいるからこそ、ライバルとして認めてるんですね。ああ、その通り、この宿も野郎の頭蓋だ。マジで巨大なモンス同士の戦い、巻き込まれたくはないぜ。砦の奥の方に来たぜ。おお、なんだこの地響き。若き竜よ、何を求めて、ここに来たのだ？まさかあなたは、ラオシャンロンさん。いかにも、さて要件を聞こう。ラオシャンロンさんみたく、体力が多いモンスに、お話を伺ってまして、その体力の秘訣をお聞きしたいです。かっか、勉強熱心な若造もいたものだ。ハンターノートには、68,750と他モンスとは、段違いの体力量ですが、その理由は何なんですか？ふむ、そりゃわしが生きてる年数だろうな。そんなに違うんですか？貴様らの数百倍、いやもしかすると、数千倍は生きてるかもしれんぞ。そんなに、そりゃ体力も増えるわけだぜ。わしの体は何有給の時を経てなお大きくなっているのだよ。鱗一枚取っても、自由の広角にも負けはしないぞ。マジですか？そんなに堅固だなんて。岩石のごとく固く重い鱗を何枚も何枚も背に背負い、この数百年を生きてきたのだ。体力がつかぬわけがあるまい。なるほどですね。体力つける上でやるべきこととか、あったりするんですか？ないな。ない？ない、だってわし歩いてるだけで、岩ぶつかったり建物壊したりで、鱗が傷ついて鱗の層が厚くなって、重くなった結果勝手に体力ついちゃうのだからな。そりゃそうですね。そういえばシェンガオレンさんってライバルなんですか？いや、あいつなんぞただの甲殻種、ひとひねりで終わりじゃぞ。戦って宿を奪ったって言ってましたよ。うん、わしが負けることはないと思うがの。最後の方に言いよどんでたのは、そういうことだったのか。結局ラオシャンロンさんの話に付き合って、長く砦に居すぎちゃったぜ。お、なんか地上にビカビカと光ってる奴がいるな。やっと俺様のところに来たな、リオレウスよ。人王がだったのか。実はよバケモンみたいな体力を持つモンスに、その秘訣を聞いて回っててよお前もあったりする？てかなんでそんな光ってんの？よくぞ聞いてくれた。なんせ俺様は普通の人王がとは違うからな。それってどういうことだ？
俺様は近雷光神王が、超帯電状態をずっと維持する練習をしていたら、本当に常に超帯電状態を続けられるようになったんだ。へえ、すげえな。確かに右頭脳がめちゃくちゃ発達してるのも、そのせいか。そういうことだな。超帯電状態に耐え続けられる強靭な肉体を手に入れた俺は、体力も莫大なものになったってわけだぜ。確かにハンターノートには体力 24,650 って書いてるぜ。俺もずっと炎を浴び続ける練習しようかな。もうどんな攻撃にもひるまぬ、人間どもの使うあのでっかい剣で、思いっきり攻撃されてもひるまないようになったのだ。お前とんでもねえな。でもよ、守りが硬くなったのなら攻撃が弱くなったのか？そんなことは全くない。俺が攻撃するだけで、電撃を走らせたり、俺が吠えたら周りに雷を落とせるんだぜ。とんでもねえパワーアップだな。一時期見ねえと思ってたら、そんな修行をして強くなってたなんてな。おうよ、お前がイチャコラしてる間に俺は強くなったわけだ。じゃあお前まだ彼女いないのな。喧嘩売ってんのか。降りてこいやこの野郎。パワーアップはしても空は飛べないままか。お互いないものねだりか。皮肉なもんだぜ。火山地帯に着いたぜ。ここにはいろんな奴がいるからな。何かを探しで、リオレウスさん。ちょっとモンス探しを。って裏眼筋、どうしちゃったんだよ。その顎、キラッキラしちゃって。まったく、またそのいじりですか。ところでモンス探しって何をしてるんですか？とんでもない体力を持ったモンスの体力の秘訣ってのを聞いて回ってるんだ。体力の秘訣ですか？食べてるものですかね？食べてるものか。もしかしてそのキラキラもその影響で？その予想の通りです。同胞は一般的な鉄鉱石などを食しますが、私は違います。私は高度の高くきらびやかな鉱石を主食としているのです。なるほどな。人間でいうところの生焼け肉ではなく、こんがり肉の実を食べるって言ったところか。若干違いますが、まあそんな感じですかね。実は私、硬いものが大好きでして、凡庸な鉱物だとダメなんですよ。変色というかグルメというか、とはいえそれだけで、24,750 という体力までは上がらないと思うんだが。おそらく私が食べた鉱物を消化して外核に生成する。そのエネルギーが同胞に比べてかなりかかるのでそれですね。それもそうだよな。こんなにきらびやかな宝石だから当然か。人間たちはこの姿のことを宝まといと呼ぶんです。宝まとい、これまた珍名だな。何かと狙われて不便なんじゃ。狙われても叩き潰すだけなので存外気になりませんよ。さて次は誰がいるかなっと。こいつ様、何者だ。この奴感はおそらく、てか、実中発覚やばいモンスだぜ。リオレウスって言います。俺はアルバトリオン、何の用だ俺の隅の子のこと。実はとんでもない体力持つ、モンスの皆さんに、その体力の秘訣を聞いてまして。なるほどな、それで俺に、真っ先に聞きに来たと。いえ、アルバさんは6モンス目です。そこは嘘でも最初って言えよ。アルバさんはハンターノートでも、特段情報が少なくわかっているのは、52,500 と超高体力を持つ、伝説、不死に並ぶ破壊の竜である。ということしか分かっておりません。一体どんな秘訣が？ふむ、俺の体内にはいくつもの異なるエネルギーが渦巻いている。異なるエネルギーと言いますと？例えるならば炎熱、氷結、暴風、稲妻というのが力の一端だ。そんなに使える上、それが力の一端なんですね。普通はモンスター1体につき1属性しか扱えないですよね。その力を常に内包するこの肉体が脆弱では、内部から瓦解するだろうよ。それを可能とするのが俺という存在というわけだな。近畿の存在を舐めるなよ。アルバさん、とんでもないですね。そういえばですが、アルバさんのライバルって、いたりするんですか？ちょっと気になって。なぜ俺と凡庸なモンスを比べる、不愉快極まりない。失礼しました。先ほどからのぶしつけな態度、そろそろ許せんな。そろそろ次の取材があるので行きますね。はぁ、アルバさん怖って思ったらここどこ？さっき言った遺跡とかに似てはいるけどなんか違うな。様はが城の中で何をしている？お邪魔してます。あなた様のお名前を聞いても？我はミラボレアス、ここは我が住処である。平凡な比喩ごときが我に何用だ。とてつもない体力を持つモンスターに、その秘訣を聞いておりまして、強くなるためぜひお伺いしたいのですが。ふむ、一刻程度であれば付き合ってやろう。ありがとうございます。アルバさん同様の威圧と風格をまとってやがる。ミラボレアスさんはこのノートにも書かれてませんが、これか、伝説の黒竜、体力は66,000、さすがだぜ。どのような秘訣が、おありなのでしょうか？我の体力の秘訣、それは。それは我が古代より生きた存在であり、生物の枠を超えた力を、この身に宿していたからである。故に今日に至るまで口ずを揃えず、君臨しているのである。信じられない、しかしそれが今のあなた様の、
長寿かつ強大な体力を持つ大きな原因なのですね。さようであるまた、我は灼熱の豪華を吐き、古代の城を人間どもを焼き滅ぼし、恐怖と伝説が我を包む。すべてを焼き尽くす力が、すべての生命体の我への恐怖が、今の我を作り上げているのだ。これが最強、圧倒的な存在。また再生能力も持つ我は火山に逃げ込み、赤き肉体となり、逃げ込んだ？誰が、どこに逃げ込んだ、だと？また地雷踏んだー、なんだ、空が赤く、ミラボレアス様の体が、どんどん赤くなっていく。ぶち切れさせちゃったー。失礼いたしました、先ほどのお力の秘訣を、改めてをお聞きしたいです。我をぶち切れさせたのに、まだ問答を繰り返すのか。そうおっしゃらずもう少しだけお願いします。はぁ、まぁこんなことは、めったにないしよいか。我のこの力、その源は、怒りと復讐心だ。誰に対するものでしょうか？我を退けようとしたハンターだ、人間不正が挑んできたのである。ミラボレアス様を、それほどまでに追い込むとは。人間どもはなかなかに強く、我を囲うまで追い詰めた。そして、我は溶岩の中に落ちた、我の中に怒りと溶岩が駆け巡る。生命力を犠牲に怒りと憎しみの力で、なったのがこの姿である。それがそのお姿の、誕生のきっかけとなったのですね。怒りで満ちているから、そこまで強そうなわけですか。その結果、体力もとんでもないものになっているのである。その脳とも人間のものなら、ミラバルカンなどという項目はないか？確かにハンターの音には、薄く怒りと憎悪を全身に表した姿。ミラバルカンとありますね。体力値は、34000ですか。人間どもめいまいましい、思い返すたび腹渡が見えくり返る。貴様もいつまで我が住処に居座る気だ。私ですか。もういい、貴様ごとこの地を、さらちとしてしまいだ。すいませんでしたー。ここはどこだ？さっきのは夢？なんだここ結晶だらけだな。まだ夢の中なのか？そこにいるのは誰だ？怪しいもんじゃねえ、リオレウスってんだ。こちらの世界のモンスか。まあいい、何しに来た？バケモンみたいな体力を持つモンスにその秘訣を聞いてるんだ。それなら俺様は適任だぜ。俺様はベヒーモスの中のベヒーモス、極ベヒーモスってんだ。いた、固有種で体力は51800。ラージャンで換算すると 2.8 等分の体力だと。こっちの世界のモンスは弱いな。やっぱ元の世界のモンスの方が、断然張り合いがあったぜ。先ほどはタメ口失礼しました。さっきから元の世界っておっしゃってますが、あなたも異世界から？ああ、俺様は金ピカ体験小僧のいる世界から来たんだ。そちらの世界のモンスはこっちのモンスよりそんなに強いので？同じベヒーモスと一緒くたに思ってもらっちゃ困るぜ。そうなんですね。確かに極みってついてますもんね。なんか極まってそうですね。なんか雑だな。まあいいや、向こうの世界での、化け物や人間同士との戦いで、この俺様の肉体は体力はもちろん、耐久力、タフネス、攻撃力が、一般的なベヒーモスを超越した強さに至ったのだ。だからそこまでの体力になってるんですか。確かにこっちのゴリラも戦ってたら、なんか金ピカになりますもんね。こちらの世界のモンスと一緒にするな。あの地底から出てきたら、まさかの寒冷地帯かよ。寒すぎ、唐辛子食うか。そういえば、ガムさんいます？おう、ゼウスか、久しい客人だ。寒冷地帯まではるばるどうした？実はですね、バケモンみたいな体力のモンスに、その秘訣を聞いてまして、てかトゲトゲになりましたね。はっはっは、化け物みたいな体力か。ガムさんは 27,200 と、人間どもの心を折るほどの体力ですよね。そうだな、秘訣はいくつかある。第一に、この巨大な体格だな。確かに俺ら子さんの中でも、特段大きいですもんね。この体は強力な筋肉と、厚い皮膚に覆われてるからな。それが直接膨大な体力と、防御力にもつながってるんだな。その通り、さっきレウスが言ったようにトゲトゲなのも、同族よりもこの過酷な環境で長く生きた結果の姿なのである。さっき人王がも言ってたな。どんな名前を付けられたので？この姿を人間どもは銀霊と名付けたようだ。銀霊ですか。ガムさんにふさわしい名ですね。うむ、生半可な攻撃では世界最強砲と呼ばれる私の堅固かつ強靭な肉体どころか甲殻すら傷つけられませんよ。さすがモンス界のご意見番の一角。いやいや、長年の修練を積まねばこう離れんかったよ。ちなみにどんな修行を？私はね、ただただ吹雪の中生きてきただけさね。とんでもないですね。生きている環境が直につながるのか。過酷な地での毎日こそが私の強大な体力の秘訣と言えるね。修練の継続、これが一番大事ってことですね。そろそろ海が見える頃なんだが、霧がかってきたな。なんだここ？うわー、骨がいっぱい。獲物が来たか。この私をストガロアの巣に堂々侵入とはもの珍しい。オストガロアさんの住処でしたか。
なんだまたお前か、今度は何の用だ。実はですね、オストさんみたいに、体力お化けのモンスさんに秘訣を聞いて回ってまして。ほう、なるほどな。ハンターノートにはオストさんは3万3000とありますね。体力の秘訣は何でしょうか？一番の要因は私の腹の容量だ。腹の容量？いっぱい食べられるってことですか？その通り。私はこの地の上空を飛ぶ生物から人間の船でさえも、地面に叩き落とし一切を食らい糧とするのだ。恐ろしいほどの曲があってこそできる芸当ですね。お前程度であれば空から引きずり下ろすこともできるぞ。ひえー、怖いこと言わないでください。まあまだ食わんが、ちなみに餌として食うのは、あのナバルデウスのガキとかもなんだ。は、大海竜ナバルさんを。ああ、ガキのナバルなら私の相手にならんからな。そういった膨大なエネルギーを持つモンスを食べているからこそ、ここまでの体力になっているってわけだな。スケールが違いすぎるぜ、固有さんの中でも珍しいですね。ってわけで話はしたから、お前のことも食っていいか？いや、それだけは勘弁を。おい、逃げるな。がまあ立ち顔通るのか。なんだこの揺れ、岩壁が崩れる？おはよう、若き飛竜よ。てっかー。まさかゾラマグダラオス？このノートによると体力は6万、見た目通りやばいぜ。話し声が聞こえてきてみたが、この老竜に何か用かね。ゾラさんみたいに化け物じみた体力を持ってるモンスさんに、体力の秘訣を聞いてるんです。わしの体力の秘訣、それはこの誰をも寄せつけぬ、玉にあるのじゃよ。確かにゾラという名を冠する生物は山のようですね。そう、君らモンスターとそもそも前提条件が違うのじゃ。ゾラさんの生態そのまま体力の秘訣になっているんですね。そうなんじゃがのう、最近困ったことがあってな。人間が毎度毎度わしが通ろうとする道を遮るのじゃ。何か人間と揉めたので？この散歩道を歩いてると最近人間がちらほらいてのう、なんかかゆいんじゃが無視してそのまま通っただけなんじゃよ。確かさっき広大みたいなのあったけど、もしかしてあれか、あれかゆいで済むってどういうこと？汗を流していただけで何もしとらんのだがのう。焦ってまさかマグマ、やっぱり規格外すぎるぜ。ちなみにわしの主食は爆発性の鉱物での、そこからエネルギーを抽出するから他のモンスよりもでかくなるし、体力も大きくなるんじゃろうな。そんな食性があるんですか？そりゃ俺たちとは違うわけです。いい鉱石を食って適度に運動し、よく寝ることが重要なんじゃよ。おそらくデカほぼ確実にこんなでかくならんと思うけど。やっとあの長い地下道抜けて海出られた。デカっつ、この下に海底火山でもあるのか？騒がしく仕上がるのは誰だ？こんにちは、明らかに体力化け物そうで声かけちゃいました。なんだお前、今気持ちよく海を散歩してたのによ。すいません、実は体力が化け物なモンスさんに、秘訣を聞いて回っておりまして、お名前をお伺いしても？俺は煉獄ユーグランミラオス、ある神話では世界を滅ぼす悪魔、ある神話では大地を作った巨人として語られる伝説の竜だ。グランさんですね。あった、体力値は不明、そんなのあるのか？それで、俺の体力の秘訣だろう。はい、ぜひお聞きしたいです。秘訣ね、見ての通りとしか言いようがないな。俺の姿まさに大地の化身、大地の怒りの具現化というのが、ふさわしい、そうだろう。その通りですね。そういえば、ちょっと前にある海域で涼しいからはしゃいでたらよ。そこら辺に浮いてた大小様々な武器が沈んじまってよ。何？それがことごとく海底に沈んだって、恐ろしすぎる。その後そこの海域なんか、冷たかったのに暖かくなってよ。厄介って呼ばれるようになったらしいんだよな。厄介、人間たちが話してるの聞いたことがあります。確か火山みたいなモンスが大暴れして、海がマグマみたいに煮えたぎって入れなくなったとか。あ、それそれ、誰なんだろうなそのモンス。あんただよ。なるほど、なんかグランさんの体力の秘訣がわかった気がします。あ、わかっちゃった。自身でも制御しきれないほどのエネルギーを体に秘めている。だからこそ体力が爆発的に多いんですね。お、まあそんなとこだな。じゃあ俺はここら辺で帰るわ。自由モンスすぎだろ。気を取り直して次行くか。って霧が出てきたな。降りて回り見てみるか。あれ？ここってさっきの城跡じゃね？ってことは。こんにちは、リオレウス。ミラボレアス様、さっきとは違ってお体が真っ白ですね。私はソユーミラボレアス、この世界に存在するすべての竜の祖です。ということはすんごい遠い俺の親戚でもあるってことですか？理屈上はそうなりますね。さてあなたが私に聞きたいことは、わかっています、体力の秘訣についてでしょう？そのノートにはおそらく、私の体力は 29,250 とあるはず。全部当たってます。なんで考えが読まれた？それでソユー様の体力には、どんな秘訣があるのでしょうか？体力はさっき説明した通り、私がソユーに他ならないからです。
存在自体が理由ってことですか？まあ私は全てのユーノソですからね。そんな私の体力が低いわけないでしょう。それもそうですね。ただ、黒竜様の6万6千と比べると、大きく劣っているのはどうしてなのですか？その時の私はちっとも力を出していなかったのでしょうね。手を抜いていたってことですか？おそらくその時の私は哀れんでいたのでしょう。人間を哀れんでいたと。私たち竜は人間よりも優れた存在。そんな私たちが人間相手に本気を出すなんてありえないでしょう。もっとも本気を出す日は来ないでしょうが。なんてこった。このモンスは人間を哀れむ対象としか見てねえ。ではあなた様が本気を出した時体力はどれくらいに？さあ、わかりません。ただ言えるのはどの生物も私の前では存在した痕跡すら残らないという事実だけです。そうなんですね。じゃあ俺はこれで。また次の世界でお会いしましょう。あれ？いつの間にすに？起きたのね、あなたったら。帰ってきてすぐに寝るから。そんじゃさっきのは夢？それでどうだったの？マジ化け物だらけだった。近くに住むエンシェントさんとかも、話聞いてみたらすごいびっくりしちゃって。あら、よかったわ。じゃあご飯食べながら聞かせて。おう。